熟練の桂職人が新潟で手作りをしておりますオダメド専門のカツラ屋さんレディエンスの小林です。え私がサラリーマンから独立をするきっかけとなった看護師の看護師でリモートの話ですけれども、その話というのは、えー、抗がん剤治療で、えー、髪の毛を失ってしまったあ子供さんの話。 なんですねそれがあきっかけとなりまして独立を決心いたしました。